はい、さい、今回は南城市にある僕がね大好きな滝の一つ、やぶさと滝に来ています。僕の動画前から見てくれてる人はね何度も登場する場所なんでね、またここかよって感じかもしれないんですけどね、僕大好きな場所なんでね、お邪魔します。でですね、まあ、実は今回もねコラボ動画第4弾ということで、ヒロ TV のねヒロさんと、一緒に来てるんですが、ちょっとね僕忘れ物しちゃって途中合流みたいな形になっちゃいました。なんでねまたヒロさんは合流した時に紹介したいと思います。そしてやぶさと滝ね見どころ3つあってね、ガジュマルのね大木、そして、まあ、廃所、そして展望台っていうね、見どころ3つあるんですが、今回ちょっと先にいつものようにガジュマル大木をねちょろっと移して、そこから、廃所と展望台行ってみたいと思います。で僕のオープニング動画、 YouTube のオープニング動画にもねたびたび登場しているこちらですね、樹齢何百年かな、100年を超えると思うんですよね。よし、ね、ガジュマルでここから、あ、ヒロさんすいません待たしてしまいましたね。今回もよろしくお願いします。ヒロ TV のヒロさんです。ここのね滝ちょっとちっちゃいんですが、それでも割られちゃってるかもしれないですね。いたずらとかする人結構いたりするんですよね。以前割れてなかったような気がしますけどね。ちょっと立ちくらみしたい。でですね、3番目の見どころの、展望台、まあ、展望台ね手前と奥があって、まず、手前の展望台行った後に最後に奥の展望台に行ってみたいと思います。黒さん、この場所自体は初めてですよね。ここからの眺めいいんですよ。あ、ちょっと草が多い場所ですが、今回もね沖縄晴れてくれてるんで青い海がね見れると思うんで、ここからの眺め僕好きなんですよ。ただ草がちょっと生い茂っててあんまり見えない感じですが、多分草があって見えないかもしれないですが、右下の方に八原塚さんあったりしますね。多分今日草で見えないけれど角度的にこの辺にあったりすると思います。いや、もっと手前なんですよ、はい、全然手前です。もしかしたらこの辺から見えるかもしれないですね。あ、ここからなら見えますね。もうだいぶ手前に右です。はい、ヒロさんも撮影中ですね。沖というか海ではフライボートじゃない、なんだっけ、あれウィンドボードでしたっけ、乗ってますね。でここが一つ目の展望台で、奥に今度は淡路島が見える、淡路島っていうんですか、その場所があるんで、この場所も、まあ、来るタイミング間違えると草ぼうぼうとかしてたりするんですが、最近比較的草が刈られてるんで歩きやすい感じになってます。なんか空では飛行機が飛んでるのか、ぼーって臭いですね。ただね、比較的通りやすくなってるとは言いましたが、いるまでもねハブとかいる場所なんで、くれぐれも気をつけるようにしてください。セミが今鳴きましたね。ちょっとね次の展望台まで2、3分ぐらい、あ、カラス
ちなみにですが、こっちから左に多分あれって養蜂ですかね、なんか箱があるんですよ。多分蜂蜜ですよね、あれ。本当だ、近く行ったら多分蜂がいっぱい飛んでると思うんですけれど、刺されないようにしないといけないですよね。僕知らないで最初あっちまで行って、あっちに襲われかけたことがあるんですよ。カラスがいますね。はい、こちら、お、草が刈られてていい感じです。こちらもね、左と右ちょっとした空洞になってたりするんで、より来る人はいないと思うんですが、足元だけも気をつけてください。この眺めが本当最高なんですよ、青い海。やっぱ晴れてると青空のおかげで海も青くていい感じです。あら、あ、男性たちがめっちゃ泳いでますね。ここね、危ないんですよね。ヌーディストビーチみたいな感じになっててね、全裸の人がよくいたりするんですが、今回は YouTube でも OK な感じで、水着着て安心ですね、撮るのも。そしてあちら、アジトです。眺め最高じゃないですか、ヒロさん。こっち南部も結構いい場所があるんですよ、こんな感じで。で、はい、ヒロさん、あちら男性たくさんいますが、一緒にどうですかっていう話ははい、いいですねなんて言えないですよね、はい、すいません、だけしちゃいました。大潮明けかもしれないですね。昨日一昨日ぐらいまで大潮やったと思う。でもお昼なんで干潮時間ですね。今下の湧き水が吹いてるような情報も。あ、ちょっと待って、湧き水が流れて海が流れてる情報。今度行きたいですね。ちょっとまあ霞んでるような感じがするけれど、でも青空が広がってるの綺麗ですよね、十分に。というわけで、まあ、今回ね、ヒロさんとのね、第4弾ということで、南城市のヤブサツブタキから沖縄の魅力を届けました。お届けいたしました。めっちゃ簡単。で、ヒロさんがやっている YouTube チャンネル、ヒロ TV もね、動画の説明欄に URL を載せておくので、そちらからね、お楽しみください。チャンネル登録もね、してあげてください。というわけで、今回はヤブサツブタキから沖縄の魅力をお届けしました。じゃあまったね、バイバーイ。